コーネル・ロナルド・ウェイストは、アメリカ・オクラホマ州出身の哲学者、政治思想家、エチオピア系のアフリカ系アメリカ人。現在、プリンストン大学宗教学部兼アフリカ系、アメリカ人研究センター及びユニオン神学校教授。人種問題を歴史学的分析を用いて論じ、熱心な社会活動家としても知られる。ハーバード大学では、 ユニバーシティプロフェッサーという最高位の教授職についていたがローレンス・サマーズ第27代ハーバード大学学長との対立によりプリンストン大学へ移籍したアメリカにおける黒人問題を経済史、政治史、宗教史、倫理学の視点から論じた代表作人種の本質は全米で35万部のベストセラーとなりその他にも多くの著作がある カリフォルニア州サクラメントのジョン・ F ・ケネディ高校を卒業後、17歳でハーバード大学に進学する。大学では、ロバート・ノージック、スタンリー・カベルに支持し3年で、学士課程を卒業後、プリンストン大学大学院で博士号を取得。プリンストン大学時代には、リチャード・ローティのプラグマキズム思想に強い影響を受けた。その後、ハーバード大学、 ユニオン神学大学、イエール大学などを転々とした後、35歳から41歳を1994年まで、プリンストン大学宗教学部教授兼、アフリカンアメリカンスタディーズ研究プログラムの責任者として教弁を取り、トニモリソンらなどと信仰を深める。1994年には、ハーバード大学からアフリカンアメリカンスタディーズの教授として招聘される。 同大学の中でも最も人気の高いコースであった概論の講義を受け持ち、キリスト教学、宗教学、哲学の分野の学生も教えた。哲学の分野では、ヒラリー・パトナムと共にプラグマティズム思想の講義を開講していた。2001年にローレンス・サマーズ・ハーバード大学学長との対立により、2002年より現職。2003年のハリウッド人気映画、 マトリックスリローデッドとマトリックスレボリューションズの両編にウェスト評議員役として出演。またシリーズのアルティメート DVD 版にウェストとケン・ウィルバー二人による哲学者の対話コメンタリーを掲載。2016年11月、ハーバード大学はウェストがハーバード新学校とハーバード大学アフリカン・アメリカン・スタディーズの学部で 公共哲学実践教授として復帰することを発表した。2000年に第27代ハーバード大学学長に就任したローレンス・サマーズは2001年10月にウェストとの私的な会談でウェストの言動についてラップの CD を制作している教授活動を去っておいて政治活動に就寝している学生に対する採点が甘い一般向けの著作が専門書より多いとし、 これらの言動がハーバード大学の教授としてふさわしくないなどと叱責した。この指摘に対しウエストはその多くが誤解に基づくものであるとメディアを通じて反論し、また自身の研究や活動について適正な評価をせず先入観のみで咎められたことを特に激怒した。この問題はアフリカン・アメリカン・スタディーズの講座の教員たちをも踏んだいさせ、 最終的にはサマーズが謝罪することとなったが、ウェストはプリンストン大学へと移籍した。ウェストはアメリカ合衆国が未だに白人優越主義が日常生活の至るところに参見される国であると主張し、著書において白人の国であるアメリカ合衆国はこれまでの歴史を紐解いても人種差別の解消に消極的であり、黒人の人間性を完全に認めようとはしないままで、 あると述べている。ありがとうございます。